皆さんこんにちは、トータルゴルフフィットネストレーナーの池田です。本日は KKT 杯バンテリンレディースオープンレギュラーツアーで初優勝をした植竹希望選手のトレーニングを解説していきたいと思います。女子プロがどんなトレーニングをしているか、あまり YouTube とかにはないので、ぜひこれを機会に全部見ていってもらえればなと思います。あ、初優勝おめでとうございます。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。まずはお尻のストレッチです。パワープレートと言われる機械の上に乗って振動を与えながらお尻をストレッチしていきます。連戦になってくるとお尻、腰、背中というものが、かなり張ってきたり疲れてきて、硬くなってくるので、まずトレーニング前に硬くなったお尻をしっかり伸ばしていっています。で、次は、広背筋であったり肋間筋と言われる部分のストレッチです。緊張とかすると肩が上がって広背筋が硬くなったりですね、呼吸が浅くなったりして、この辺硬くなってくるので伸ばして、呼吸をですね、ちょうど右脇に入れてあげると肋間筋も伸びるので、まずこういった部分で硬くなった部分を、柔らかくしています。次は足首のちょっとこうストレッチというよりかはモビリティですね。ちょっと膝が内に入る癖があるので、それをちょっと修正してあげるという部分と、あとはふくらはぎであったりとかのストレッチになります。で、この後にちょっと足元を、しっかりと、コンディションを整える器具を使っていくので、そのウォーミングアップとしても入れてます。次がリアラインシューズと言われて、足と膝の関係であったりを整えていくという器具になってます。連戦続き、先ほども一緒なんですけど、連戦続きになってくると、バランスというものが悪くなってくるので、しっかりトレーニングをしていく前に膝であったり足であったりっていうところの感覚っていうのを一度戻していっているところです。前後左右であったりとか、この後にもしゃがむ運動とかが入ってくるんですが、いろんな方向であったりとか、いろんな方向からの踏み感であったりっていうもので、足の裏の踏みの感覚であったりとか、膝がぶれないようにとかして、しっかりとフィードバックを体に返すことによって、コンディションが整ってくるので、そんな感じを意識してやってもらってます。はい、しゃがむ運動ですね。わざと前後幅にして、ちょっとこう横方向の動揺性っていうのを作ってます。前後幅にすることによって前後のバランスは、安定するんですけど、左右のバランスをちょっとわざと崩しにいってるような姿勢になります。そうすることによって膝が内に入りやすかったり、足首が内にボンと倒れやすいんですが、それに負けないようにですね、しっかりと外側でグッと張れるように、この運動はやっております。はい、これはひねりの運動ですね。この後、ひねる運動を何個か入れていくので、その前の、プレイエクササイズ、ウォーミングアップとしての部分も一つ、意味合いとして込めてやっております。続いてはお腹のエクササイズです。右手に、ケトルベルを持ってもらうことで、よりお腹の安定性を高めた状態でお腹のトレーニングをしています。続いてはヒップリフトです。股関節の伸展と言われて、このお尻をグッと上げる時のトレーニングです。鍛える部分はお尻の筋力になってきます。最後の方にですね、もっともっと重りを持ってこういう運動に近いものをやっていくので、それのプレーエクササイズです。第1弾は、こんな感じで、どちらかというとちょっとウォーミングアップ的なトレーニングの紹介となっております。次回からもうちょっと激しいトレーニングにつながってくるので、あと2回ありますので、ぜひ全部ご覧いただければなと思います。